レンタルキャンピングカー乗り放題1年分を藤森さんに贈呈です。ダメです、ちゃんと使ってくださいね。はい、その動くスキャンダルみたいになりますね。いや大丈夫ですよ。まさかこの密室でなんてことないですから。飛行機といえば、はい、綺麗なね CA さんもたくさんいらっしゃいますよね。藤森さん、はい、実際に声をかけられたなんてことは、まあ、キャラクター上ね、うん、毎回声かけてますなんて言ってほしいもんだよ。それはこう思ってんすけどね、うん、いつもビビっちゃうんすやっぱりね。チャラをどうしたん。いやできないね、やっぱりそれはちょっとビビっちゃって。そうなんだ。そうそうそう。俺行ってみようかな。なんでだよ、絶対ダメでしょ。俺今一番ダメです。一番厳しい立場にいるわけですから。そうですね、ダメですよ。 人をね、糾弾する立場にね、不定はダメですからね。糾弾して糾弾して生活してるんですから、糾弾されたらもうたちまち立場悪くなりますからね。